入頭筋は心臓の心室にある筋肉群。それらは検索を介して防湿弁の尖りに付着し、収縮して収縮器のこれらの弁の反転、または脱出を防ぐ。入頭筋は全心臓質量の約10%を占める。心臓には右心室に3つ、左に2つ、合計5つの入頭筋がある。右心室の全部、後部、 および中核入頭筋はそれぞれ検索を介して3、線弁を支える。左寝室の前外側及び後内側入頭筋は、検索を介して、相互弁を支える。左寝室の相互弁入頭筋は、前外側筋及び、口内側筋と呼ばれる。口内側筋は、血液供給源が一つしかないため、破裂頻度が高い。したがって、RCA 閉塞は、 入頭筋破裂を引き起こす可能性がある。右進出と左進出の両方の入頭筋は、進出収縮の直前に収縮し始め、全体を通して緊張を維持する。これにより逆流する血液が進出の高圧によって心房に押し戻されるのを防ぐ。入頭筋断裂は、 心筋梗塞によって引き起こされる可能性があり、機能障害は拒絶によって引き起こされる可能性がある。どちらの合併症も、相互弁逆流の悪化につながる可能性がある。ありがとうございます。